国鉄 EF52 系電気機関車。EF52 型は日本国有鉄道の前身である鉄道省が1928年昭和3年から製造した直流用電気機関車である。本校では本形式の派生系である EF54 型及びその改造系である EF14 型についても記述する。大正時代後期以降、東海道本線。 横須賀宣伝の電化に伴って、欧米から多くの電気機関車が輸入された。しかし、輸入電気機関車には信頼性が低いものも多く、多形式がそれぞれ少量を輸入されて、保守にも問題があること、また日立製作所が ED15 型を開発したことで、国内メーカーの製造能力にも目処が立ったため、国産化を促進する意図から、統一規格の電気機関車を製造することになった。 この国産電気機関車計画は1925年、大正14年から立ち上げられ、輸入機関車の中でも使用成績の良かった、アメリカのウェスティングハウス社製の EF51 系、ED53 型を参考にして開発が行われることになった。新型機関車の開発、製造には、日立製作所、芝浦製作所、現、東芝、記車製造、 三菱電機、川崎造船所、川崎車両、現、川崎重工業車両カンパニーが携わっているが、充電メーカー各社を鉄道省側が統制し、共通設計機として共同開発に当たらせることで、企画統一とメーカー各社の全体的な技術力向上を図っている。システムの全体構成自体は返してウェスティングハウスの流れを組むが、補機類には、 シワウラが提携していたゼネラルエレクトリック系の技術や日立製作所、三菱電機等の独自開発機器も盛り込まれた。本格的な開発は1927年、昭和2年5月から開始された。当初は国産大型機関車開発への初挑戦に際しての信頼性への器具から低速な貨物用機関車として計画されたが、開発途上で 旅客列車牽引も考慮して、やや高速よりにギア比を変更した。それでも徹底した高速性能は追求せず、低格速度を抑えた普通列車向けの性能に設定された。翌1928年5月に初号機完成、6月から東京工図館での試験を行って、一定性能を発揮することを確認した上で、本格生産を開始した。 当時の日本の技術水準に適応した慎重な設計を用いて手堅さを狙ったにもかかわらず必ずしも性能や信頼性の面で完全に満足のいくものではなかったが設計の基礎的方向性は適切でありその後の小型電気機関車の基本として踏襲された続いてこれをベースに小型化した貨物用の中型機 e d 十六型が製造されたのを皮切りに 鉄道省では、電気機関車の国産化を進展させることになる。EF52 型は1931年、昭和6年までに給料が製造されたが、最後に落成した2両は、高速性能の向上を狙って、歯車比が小さく、3.2452.63、されており、1932年、昭和7年に EF54 型に解消された。 EF50 型で先例のある 2cc に軸配置を採用した先はデッキ付けの長大なディテールを持つ機関車で重厚なリベット組み立て構造の構成車体を備える。基本システムは各国製輸入機関車での経験に基づきウェスティングハウス流の単位スイッチ方式制御として信頼性の向上を図ったことが特徴である。運転室を広げ、運転機器配置も 最適化を図って、乗務員の運転操作にゆとりを持たせる配慮がなされた。主電動機や主制御機などの機器防護に著しい効果のある高速度遮断機も最初から装備され、制御回路に中継機を挿入することで、機器類の連鎖的な故障を防ぐ措置が図られている。機械室の設計も、両側面通路、中央機器配置とし、整備性にを払った合理化を図った。 当時の鉄道省及び機関車、メーカー、充電メーカーの技術者たちが手堅さを狙って設計したものであったが、それでも未熟な部分は少なくなかった。根本的な問題としては、機器搭載に余裕を持たせるため全体に大型化しすぎた点が挙げられよう。全長20.6メートルは当時では EF50 系の21メートルに次ぐ大型であり、 車重も108.0トンという重量級で、いずれも課題であった。この重さに対する重量配分も偏り気味であった。ため、先はと両端の道輪への負荷が大きく、内側軸受け敷先輪台車のメタルやけ付き、道輪のフランジマモー課題などが顕著な問題となった。時代相応に、手動加速制御であるが、制御段数の多い割には低速よりな3.45。 というギア比設定のため、高速運転を伴う東海道本線での旅客列車運用では、低速域ではコントロールが忙しく、高速に達すると、速度維持のために連続立行を仕いられて、主電動機に過負荷となる問題があった。搭載された新開発の MT17 主電動機は、芝間久米次郎ら鉄道小技術者と、充電メーカー各社技術人との協力で、 標準型として開発された意欲策で先行導入された小型電車用正式手電動機の MT15 系と同様低回転に設計してフラットドルクな特性とした堅実な仕様であったが初期製品は品質面で未熟でもあり後年の改良型に比べても弱めかい事領域が狭いなど弱みを抱えていた。また、 制御回路構成の検討がやや不十分で複雑気味であり、搭載する制御用の単位スイッチ機数が多すぎて、かえって故障の増大原因になる問題もあった。新開発の電動発電機が故障を多発させ、ダンパーを書いた新型パンタグラフが昇降時のバウンドで、リセントラブルの原因になるなど、新しい試みや経験の浅さが問題を起こすことも少なくなかった。 これらの課題は、後に EF54 型となった1931年、昭和6年生の8、9号機で軽量化など、部分的改善が図られ、さらに1932年完成の改良型の EF53 型において大幅な改善を見た。また初期型 EF52 系自体も、当初自動空気ブレーキと併設して搭載していた、真空ブレーキ関連機器の撤去。 EF52 完成からほどなく、鉄道省の車両では、自動空気ブレーキへの切り替えが完了した名の機械を捉えて、補機類の乾燥を行うなど、可能な範囲で実用面の改善を図っている。初期系の低速よりギア比は、東海道線での第一線から外れた後には、勾配線でも走行可能な脚下療養の汎用性が生きて、転用先に恵まれ、 試作的要素の強い機関車ながら、長寿を保つことにもなった。当初は、東海道本線の列車牽引を行い、後続の小計電気機,機関車開発への橋渡し役となった。EF54 型とならなかった前期型各車は、太平洋戦争後の1949年、昭和24年からは、半和線や中央東線に転じ、両線の準急列車牽引も担った。 最終的には、流撃管区に集結して、阪和線の可客運用に使用されていたが、1973年、昭和48年より EF58 型への置き換えが開始され、1975年、昭和50年に2.7号機が廃車されて、形式消滅した。廃車に際して、電気機関車では珍しくお別れ運行が、臨時休行列車、木の国で行われ、 7号機が使用された。1、7号機の2両が現存。トップナンバーの1号機は、1973年、昭和48年の廃車後も奈良運転所の線形庫で保管されていたが、1978年、昭和53年に、高取工場で整備を受け、大阪市の交通科学博物館に生体保存された。同年、準鉄道記念物に指定され、 さらに2004年、平成16年には、鉄道記念物に昇格した。2014年4月の閉館後、2016年4月29日から、京都鉄道博物館で、保存展示されている。また、1975年8月24日の、さよなら運転で休行、木の国53号田を牽引した7号機が、製造された川崎重工業兵庫工場。 製造時は、川崎車用、川崎造船所に保管されている。ただし、同期は、工場敷地内のため、一般には、原則非公開となっている。EF52 型は9両が製造されたが、そのうち最後の1931年に製造された2両は、高速運転を行うため歯車比を小さくして、製造されたものである。性能的には、翌1932年、 昭和7年から製造された EF53 型と同等で、その先駆的存在と言える。他の EF52 型とは、性能が異なることから、1932年に、形式番号を e f 5 4系、EF54-1 にと改められたが、通常が e イ F52 型より高速仕様、EF53 型とも異なる、形式。 携帯でわずか2両の少数機であった子が、後々の処遇を変えることとなった。当初は、東海道本線の旅客列車牽引を担っていたが、太平洋戦争に突入すると少数機であるため、貨物輸送需要増大に応じた貨物用機関車への改造対象となる。百四十四年、昭和十九年に一号機が、百四十五年、昭和二十年に二号機が、 歯車比を低速向けに変更する改造を浜松工場で実施され e f 1 4系 e f 1 4 1 2に形式番号が改められた。その後は交付機関区に配属され、主として中央東線の貨物列車牽員を行っていたが、先、和が多い分だけ動輪の軸重不足で牽員力の面で不利となるのは、 いなめず e f 十三型の転入によって予備機的存在となった後、九百六十年、昭和三十五年に、追加第二機関区に転じ、大阪駅構内の入れ替え機となった以降は、大阪駅構内で入れ替えようとして、終始運用され、九百七十四年、昭和四十九年に廃車となった。結果的に EF54 型、EF14 型と、 開盤後40年以上運用されたが、通常型 EF52 は、蒸気のように1975年まで、感染下列車牽引で運用され、EF54 型時代には、同等性能であった EF53 型が EF59 型となって、背の蜂で1986年まで運用されたのとは、対照的に地味な末路であった。保存、または譲渡されたものはない。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。